こちらガレージです。いつもご視聴ありがとうございます。ちょっとね、皆さんにご報告があります。ご報告っていうかね、まあ、俺からしたらね、大事件なんやけど。まだ確定した話じゃない。未確定。ちょっと問い合わせがあったんです。メールで。とある、番組制作会社の方。で、まあ、内容はちょっとね、ここに止まっておる。クジラクラウン。クジラクラウンの音、エンジン音を収録させてくださいっていう問い合わせです。やばくね？やばいやろ。これはちょっとと思って、いやもうそれはいいんやけどっていう感じでメールでね、今車検切れとるし、マフラーのことはちょっと言わんかったんやけど、まあエンジンはまあかかるんで、収録するのは別に問題ないですっていうことで、とりあえず車検が切れてるんで公道は走れないですっていうことはお伝えしたん。ご覧の通り、マフラー、俺がちょん切ったところな、あっこはもうテープが完全に取れて、もう、アメ車、V8 のアメ車みたいな音になるようになっちゃうんやけど、これがね、このまま、もし、音をね、この音を収録した場合、全国のクジラクラウン乗りの人から、やんやん言われると思う。クジラクラウンはそんな音じゃねえって言われる可能性があるんで、まあ、もしね、まあわからんよ。過去の動画のデータを、使いたいっていう話なら別にそれはそれでいいし、わざわざね、ここまで来て、クジラクラウンのマフラーの音、エンジンの音、まあ、どんな音を取りたいんかは知らんよ。走行、走ってる音なのか。まあその辺ちょっと詳しくは聞いてないんだけど。うん、ちょっとこの状態ではね、全国のクジラ乗りから怒られそうなんで、もし、まあ、収録に来るって言うんであれば、ちょっと穴は塞がないかんし、ちょっと、まあ、この車が使われるわけじゃない。見た目は、なんか、劇駐車というかね、ドラマ用の車を使うんやと思う。それはどんな車、クジラクラウンかは知らん。クーベなのか、セダンなのか、ね、タクシーなのか。ちょっとわからないけど、まあ、とりあえず音だけ撮りたいっていう、まあなんでそんなこと、その劇中車のね、ドラマで使う車の音じゃ悪いのかっていう、まあちょっとその辺はね、業界のことなんでようわからないけど、うん、よりマイクでね、音声として撮りたいのか、まあ、もしかしたらそのクジラクラブがあまり調子が良くないのか、その辺はようわからないけど。なかなか面白いなと思って。まあ、とりあえず、まだ、メール1往復しただけなんで、はっきりとはわからんねんけど、まあ、万が一、まあ、この、俺のね、クジラクラウンのエンジン音、マフラー音っていう音をね、実際に、まあ、その番組で使うっていう話が決定したらね、まあ、ちょっとマフラーを、応急、また応急やけど、仮にね、またぐるぐる巻きにして、一時エンジン音静かになればいいかなと思って、まあその辺は修正するんやけど。ちょっとね、びっくりやね。世の中ね、クジラクラウン乗ってる人、たくさんおるんですよ。まあまあ、俺もインスタで繋がってる人がおったりとか、SNS で繋がってる人とかもおって、ざっくり、知ってる限りで言うたら、5、6台は、クジラクラウン、日本でね、走り回ってるんです。クーペの人、俺と同じ、静岡の友達ね、ケンちゃんっていうやつが、俺と全く同じクラウン、クジラクラウンの4ドアのセダン乗ってるんだけど、コーヒーのね。あと、まあ、九州には1台おるかな。セダン、バーンの人がね。あと、熊本にも、
前期型がおったりとか、この間あのユートクのイベントで展示しとったやつね。まあ直接は知らないけど、まあまあ、おそらく10代20代、ああとまあ大分、このあのシロクジラ、あっちの方がいいんじゃねえかなって思うけどね。音取るんやったらね、あの紹介 したってもいいかなって思うんやけど、まあせっかくなんで、せっかくなんで俺のクジラクラウンの音を取っていただきたい。まあもしダメっちゅうことになったら、あのシロクジラを紹介してね、この音をやったら取れるよ、いつでも取れるよ、走ってる音とかも取れるよっていうことをね、あのまあ紹介しようかなと思うんやけど、全国たくさんおる、本当にね、10代から20代ぐらいはおるんじゃないかなって思うよね、クジラクラウンが実際に現役で動いてる。まあその中からね、まあたまたままあ YouTube で俺がクジラクジラ言うて、あのわーわー言うてるんで、まあ検索に引っかかったんじゃないかなと思って、まあ番組の人がね、まあ見つけて、まあぜひっていう話のいきさつです。まあ喜ばしいことですということで、まあちょっとね、あの今後そういう話が決まり次第マフラー修理して、そうやって収録があるっていうことをの動画でした。まあそれだけの話です。はい、まああのね、僕の視聴者さんたちはね、このクジラクラウンはもう馴染みが深い、いろいろね、あのもう車検切って今からレストアするんやけど、最後にそうやってね、あのそんな話が転がり込んでくるっていうのがね、なかなか面白いんじゃないかなと思うし、これはもう皆さんにお伝えしとかないかんと思って、あの急遽今動画回してるところです。はい、まあそんな感じで、あのそういうことがありましたので、いろいろと応援のほどよろしくお願いします。今日は以上です。ありがとうございました。